ラッシュ時。ラッシュ時、ラッシュ時、英語、ラッシュアワーとは、通勤、通学者などが多くて、道路や交通機関が混雑する時間帯のこと。通勤ラッシュや、ラッシュアワーとも呼ばれる。通称、ラッシュ。多くの鉄道路線、バス路線、道路では、通常は朝は、企業や学校へ向かう、都心方面の列車、バス、道路が通勤。 通学客によって混雑し、夕方、夜間には企業や学校から帰宅する郊外方面の列車、場、道路が混雑する。この混雑を迎える時間帯がラッシュ時と呼ばれる時間帯である。ラッシュ時は利用客が多いので交通事業者側の増収につながると誤解される場合も多いが定期券利用者が多くラッシュ時のために ラッシュ時以外では過剰となりうる新たな車両や設備、係員を準備する必要があるなど、事業者側にも多くの支出や投資を伴う。どの都市圏であっても、朝は郊外から都心へ、夕、夜間は都心から郊外へ向かう列車やバスが混雑する。東京圏の鉄道路線では、朝のラッシュ時は上り線が、夜のラッシュ時は下り線が混雑する。都心方向は出勤。 始業時間が集中する平日の7時台9時台に、公外方向は、帰宅時間が集中する18時台20時台に、混雑のピークを迎え、それぞれラッシュ時と呼ばれる。朝のラッシュ時という夜間のラッシュ時を区別し、前者を朝ラッシュ時、後者を夜ラッシュ時と分けて呼ぶこともある。朝ラッシュ時は、企業の出社時刻や、 学校の始業時刻が短い時間帯に集中するため、通勤、通学客が集中して、混雑度が激しい。一方で、夕ラッシュ時は退社時刻や就業時刻が分散するため、朝ラッシュ時より混雑度は下がるものの、時間帯は朝ラッシュ時よりも長くなる。特に金曜日の深夜は、宴会やコンパ等などにより、終電間際でも激しく混雑することが多い。ラッシュ時は、 上降人員が格段に多く、必然的に停車時分を平常時より長く設定する必要があり、標定速度は低下する。輸送力を確保するために運転間隔を平常時より短縮していることから、駆け込み乗車や扉ばさみによる再開閉の対応等で生じたわずかな遅延が後続列車に波及しやすい。遅延が生じた場合、 先行列車との運転間隔が広がることによって、自駅の乗車人員と停車時分が増加し、当該列車の混雑率が上昇するのは避けられない。運転本数が多いラッシュ時では、停車時分の増加は、さらなる遅延を招くだけでなく、後続列車の駅間停車を発生させる原因にも、なり、最悪の場合大網だれが生じることになる。東京地下鉄では、遅延が生じた時の対策として、 先行列車を駅に長時間停車させる運転間隔の調整を行い、すでに遅延している後続列車に乗客が集中するのを防止している。バスについても渋滞が生じることを前提としたラッシュ時のダイヤでは、路外に設置された停留所で時間調整を行う路線がある。ラッシュ時以外の混雑しない時間帯については、朝ラッシュ時より前の時間帯を早朝、 時間帯、朝ラッシュ時と、夕ラッシュ時の間の時間帯を、日中、時間帯、または、データイム、夜ラッシュ時の後の時間帯を、夜間、深夜、時間帯と呼ぶことが多い。アーバンネットワークでは、大阪駅基準で22時以降を、深夜時間帯と定義している。欧米では朝ラッシュ時でも畳めば新聞が読める程度なのに対し、高度経済成長期の日本の鉄道は、 乗車率300%を超えることが日常であった。状況から、すし詰め、通勤地獄、殺人的混雑と評査、特に新宿駅の朝ラッシュは世界的にも有名であった。鉄道会社ではドアから乗客がはみ出さないように、車内に押し込む、押し屋と呼ばれる職員を配置するなどの対応をとっていた。2005年に東急電園都市線でパナソニックが ノートパソコンの耐圧性テストを行った際に1 0 0ラムの圧力を記録するなど、乗客に大きな負荷がかかっている。現在は輸送力増強はもとより、自社通勤や在宅ワークの促進等の各種対策、さらには労働人口の減少によって、ラッシュ時の混雑は緩和されており、東京圏でも2009年度以降は、平均混雑率が170%下回っている。 しかし、ピーク時の混雑率が200%程度になる路線も、未だ現存している。このような日本のラッシュ時の様子について、海外から写真家が撮影に訪れることもある。東京県31区間、大阪県20区間、名古屋県8区間の再混雑区間における平均混雑率の推移は、下表の通りである。首都圏近郊においては先日の通り、朝方、 上り列車が混雑し、夕方、下り列車が混雑するのが通例であるが、朝方、下り方面が混雑し、夜、上り方面が混雑する路線もある。これを逆ラッシュと称している。具体的には以下の二つの場合がある。日本の鉄道では、ラッシュ時の混雑を緩和するため、ラッシュ時には列車の増発や車両の増結やラッシュ時に対応した。 列車種別の変更などがなされる。バスでもラッシュ時には増便がなされたり、急行バスが運行される系統もある。区間運行便や高校生、大学生などの通学など、需要を限定したノンストップの直通系統も存在する。鉄道においては、蒸気のような増発や増結がなされてもなお混雑の解消に至らず、増発や増結が 物理的に不可能となることもある。そのため、車両や施設そのものの改良がなされることがある。道路が渋滞指停止運行が問題となる、バス路線の走行する道路においては、センターラインの移動、バスの専用、または、優先車両通行帯、いわゆるバスレーンの設置、右折レーンのない道路での右折禁止、人が集中する道路や駅前への車両進入禁止などが行われ、 バスをスムーズに運行するための措置が取られることもある。バスレーンは大都市に比較的多いが、大都市以外にも設置されている場所もある。道路については、交通容量が鉄道より小さく、ラッシュ時の渋滞への対策が必要となる。一般には、バイパスや高速道路の新設、拡幅、交差点の立体化などによって、交通容量の増加が図られる。このほか。 ラッシュ時に日本で取られている方策としては、交通容量に余力がある、高速道路への転換を促し一般道路の混雑を緩和するために朝夕通勤時間帯に実施される ETC 通勤割引、参考 ETC 割引制度、ラッシュ時の交通量変化に対応して渋滞する、方向の道路の青信号時間を長くするなど、信号の明動時間変更、通勤手当、 制度や車内規則の運用、農家デーの実施などによるマイカー通勤の自粛、禁止などがある。国土交通省や各交通機関ではラッシュ時を避けたオフピーク通勤を呼びかけている。これにこうしてフレックスタイム制を実施している職場もある。混雑する時間帯については国によって差異が見られる。特に夕方のラッシュについては 残業や飲み会の監修などの違いから、比較的ピーク時間帯が早い都市、17.18時代に、下り線が集中的に雑が多く、東京のように深夜まで混雑が続く都市は、例外的である。1970年代頃のフランスでは1日に4回のラッシュ時があった。これは当時昼休みが2時間程度と比較的長いため、朝、 夕方以外にも昼休み開始前後とそれの終了前後には路線バスや地下鉄が混雑すことがあった。ただし、混雑度は夕方ラッシュ時よりやや低い。アメリカなどの利用客が少ない路線では朝夕の通勤、通学時の運行が主で、日中や休日に運行本数が極端に減るか、あるいは全く運行されない路線も多い。先進国の都市で比較すれば、 東京の鉄道の混雑は突出している。ニューヨーク、ロンドン、パリといった大都市圏でも東京と比べれば列車の混雑度合いは小さく、混雑区間も都心部近辺に限定されている。ただし、車両故障などによる遅延、運休、治安の悪化などの諸問題が見られる路線が多い。世界全体に見ると定量的な比較は難しいがラッシュ時には 乗客が車体の屋根に溢れるほどの超混雑になっている鉄道路線も見られるようである。世界で最も混雑する鉄道としては、インドのムンバイ近郊鉄道がしばしば取り上げられ、給料編成の電車に定員の3倍に達する5000人が乗車しているとされる。ムンバイ近郊鉄道においては、無理に乗車した乗客が列車から落下したり、 ホーム間を移動するため線路に立ち入ったりしたことにより、1日に平均で12人が死亡している。また、インド国内の鉄道は、夏季休暇、4月から5月の初めと終わりの時期になると、里帰りや U ターン客などで時間帯に関係なく混雑する。列車の増発、増結、停車駅の少ない快速列車の運転などは、世界的に共通してみられる。しかし、 着席サービスの提供を優先する都市が多く、少なくとも乗車時間が30分を超える近郊路線では最大限に座席を確保することが基本になっている都市が多い。例えば、フランス、アメリカなどではラッシュ時の需要のために総2階建て車両が導入され、多人数が着席できるようになっており、パリのラーには3扉2階建てという構造の電車もある。 短距離の地下鉄などでは路線によって異なるが、フランス、ドイツなど座席数の多いクロスシートを導入している都市も少なくない。日本のように一つの車両に最大限に乗客を詰め込むことを原則としている事例は珍しい。このほか、アメリカ、イギリス、オランダなどではラッシュ時以外の運賃を割安にすることで混雑を平準化するという方策が取られている。 世界的なモータリゼーションの進展により、ラッシュ時の道路が車の身動きができないほどの猛烈な混雑に見舞われる都市は多い。マイカーの輸送力は公共交通機関に比べてはるかに劣るため、比較的小規模な都市でも混雑問題が深刻化する。走っている自動車の台数を低減させるために、アメリカやオーストラリアでは相乗りなお進めている。また、 鉄道路線やライトレール、路面電車を新設、復活したり、バスレーンの設置や途中駅、バス停に駐車場を設置することで、自動車から鉄道、バスに乗り換えて郊外から都心へ向かうパークンドライドを促進するなどの施策も見られる。ロンドン、シンガポールなど大都市中心部への自動車の乗り入れによる交通渋滞を防ぐために都心部への乗り入れ車両から、 料金を徴収するロードプリシングが採用されている都市もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。